スビアシュスクは、ボルガ川とスビアガ川の合流点に位置するロシアのタタールスタン共和国の地方を示す。1955年に、トリアッティの下流に、クイビシェフ貯水池が建設されて以来、島と呼ばれることもあるが、実際には、土手道で本土と繋がっている。2017年に、生新庄終身大聖堂と修道院が、ユネスコの世界遺産のリストに追加された。 スビアシュスクは1551年に要塞として設立される。ウグリ地で作られた部品をボルガ川を下って運び、4週間以内に建設された。1552年の火山包囲戦の間、ロシア軍の軍事基地として使用される。18世紀以来、スビアシュスクは中心都市として機能し、1927年から1931年には、 スビアシュスク地区の行政の中心地として栄える。1932年に地方都市の地位に降格される。スビアシュスクには学校とクラブがあり、うんのマカリウスの名前に関連する修道院もある。スビアシュスク駅は島の西 6km に位置し、土手道に沿って走る高速道路でスビアシュスクと繋がっている。スビアシュスクに行く他の手段として、 火山の港からボートで行くことができる。夏には毎日午前8時30分に高速船が桟橋8に出港し、午前9時に低速船が出港する。チケットはカッサの近くでその場で購入ができる。ありがとうございます。